はい、どうも、ケーキのです。今日ですね、悟空伝続きやっていきましょう。道なりに進んだらヤジロベがいました。これ戦いになるんかな？対決だね。ヤジロベ結構強いっすからね。どうすっかな。まあ、こんな感じでいこうかな。はい、ここは取った。強え！やっぱ強いんやね。じゃあ、技ポイントがないんすよ。17。さあ、これでどんだけ効くか。いけ !20 か。お、ここドロー。1枚。自信あった感じだね。刀、かっこいいやん。22。ヤジロベ強えな。じゃあ、ここ3枚で、必殺使おう。はい、これで。2のダメージ。もう必殺いくしかない。はい、3のダメージ。はい、ここ取った。じゃんけんで。これで技ポイントなくなりました。いけ。よし。お、あっこにいますね。ハテナ入ろうか。ここは3で。まあ、ちょっとバトルは避けたい。タンバリン。そうやね。3枚いきます。で、これさ、ちょっとカード使いたいよね。ポポ。技ポイント全開です。はい、これ使っときます。さあ、どんだけ食らう？大丈夫か？ヤジロベのが強いな。ああ、余裕っすね。ここちょっと温存で、じゃんけんでいきます。はい、楽勝。ウーシンチュー。ここちょっと往復して、このハテナ止まりまくったんですよ。で、お助けカード。こんな感じになりました。いや、どうしてもさ、ミスターポップ欲しくてね。補充しました。あと、あられちゃんも来た。カードを必殺技にする。お坊ちゃまが？お坊ちゃま。絶対に攻撃を取る。はい、行きましょう。カードは完璧じゃない？必殺技にするっていいよね。まあ、父みたいなもんやろ。あの、激震フリーザで言ったら。シンバル。強いんすかね。まあ、とりあえず3枚で様子見ようか。37。で、まあ、6。必殺は温存で。はい。これでいきます。ああ、弱いね。楽勝っすね。はい、オッケー。いました。ピッコロ大魔王。全力でいった方がいいよね。まあ、とりあえず3枚でいこうかな。66で様子見て、で、これでいきましょう。さあ、これどうだ？あー、ダメか。11。ここはもう全力でいきます。あー、倒せんだよね。OK。じゃあ、もう適当にいきましょう。必殺きた。149。これ多分さ、そのレベルとか、まあマックス、まあ今上げることができるマックスまで上げても倒せないですよね。はい。じゃあ、カリン様のとこ行こう。はい。着きました。先祖をくれました。ありがてえ。残念じゃが、これ以上お主に教えることはないのじゃ。どうせ塩も書くなら飲んでみるか。超浸水を。まあ、これ飲むしかないですからね。うん、毒ね。まあ、すごい苦しんでましたからね。もがき苦しむ。だが飲むしかない。本当にいいんですね。まあ、行くしかないよね。あ、体力が50減ったんか。力だ。力が溢れてくる。俺は今、究極のパワーを手に入れたのだ。あ、強くなりました。ちょっとピッコロが入ってしまったね。で、もう行けばいいっすかね。次、ここっすかね。ここはピッコロ大魔王のいる暗黒魔城です。ほら、運がいいんだ。ああ、ちょっと時間かかりそうか。これ出れる？今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。